どうも、サーユーです。サーユーというか、サーユーの中の人です。昨日ですね、とんでもないミスというか、やらかしてしまったというか、多くの方に迷惑をかけてしまったことがありまして、何があったかと言いますと、昨日ですね、8月6日13時35分にですね、サーユーのライブ配信が始まります。これですね、結果的にはこちらのライブ配信ですね、約3時間以上画面真っ黒のまま、何も始まらずにこちらのライブ配信が中断されました。大変申し訳ございませんでした。聞くところによると一時は80人以上待機してくださってたみたいで、皆さんの貴重な時間を奪ってしまった。しかも日曜日という、この度はこのようなミスを犯してしまい大変申し訳ございませんでした。実はですね、これ本当は僕ライブ配信をやる予定は全くなくてですね、僕も後から知ってびっくりというか、実は昨日時事ニュースチャンネルでおなじみのヘナチョコーさんから DM をいただいておりまして、昨日の13時49分ですね、サーユー先輩 YouTube ライブ始まってますよって来てて、ただこの DM 自体僕が気づいたのが DM いただいてから2時間半経った16時18分頃で、もうこの DM を見た瞬間頭が真っ白になりまして、しかもこの時僕千葉県にある鴨川シーワールドっていう水族館に遊びに来てたんですね。で、急いで YouTube 開いてライブ配信止めなきゃってなったんですけど、なんか止め方が分からなくて、どうやらスマホのアプリ版の YouTube では配信予約をすることはできるけど止めることができないっていうものみたいで、パソコンからじゃないと止められないっていう仕様になってるんですね。まあ、当然パソコンなんて持ち歩いてるわけもなく、なんとかスマホのブラウザの方からログインしましてライブ配信を止めることはできたのですが、ただこの13時55分から始まり配信を止めることができたのが16時40分ぐらいですかね。だからほぼ3時間ぐらいの間ですね、僕が消す前に確認した時も40人近くの人が待機してくれてて、最大では80人ぐらいの人が待機しちゃって、チョコーさんがライブ配信で言ってたんで、それに対してちょっと今まで何もご説明できなかったんですけど、これなぜこんなことが起きてしまったかというと、おそらく iPhone の一時的な不具合によるゴーストタッチで、おそらくポケットの中で勝手に YouTube を開いて勝手にライブ配信開始のボタンを押して勝手にサムネイルを撮ってそのまま配信予約が入ってしまったって感じなんですね。あ、ごめんなさい、これ台本書きながらまた配信開始しちゃった。やべ、一瞬で20人も待機中になってる。で、この iPhone の一時的な不具合っていうのがですね、これ完全に僕の過失なんですけど、実はその日13時からですね、鴨川シーワールドのシャチのショーを見てまして、あれ行ったことある人はわかるかもしれないんですけど、ほぼ水かけショーなんですね。これをですね、私サーユー何を血迷ったのか、シャチの水かけの瞬間をスマホのカメラで収めてやろうと、写真を撮ったろうと思いまして、はい、いや、わかります。いくらね、最近のスマホが防水仕様だからといって、海水はやばいぜと、塩はマジであかんよと、僕もなんとなくは分かってました。いくらスマホが防水だからといってスマホを海水につけちゃいけない、それはそうなんですよ。そうなんですけど、シャチって日本に7頭しかいないんです、その飼育されているシャチって。で、そのうちの4頭がなんとこの鴨川シーワールドにいると。そんなシャチが至近距離で飛んだり跳ねたり尾びれぶん回して水かけてくるんですよ。これは僕も、スマホ壊れるかもしれねえなと、いくら防水とはいえ海水はやべえよなと、分かってはいたのですが、でも心の中で、自分のスマホとシャチを天秤にかけた時に、シャチが勝っちゃったんですね。シャチの勝ちでした。シャチの水かけの瞬間を撮りたいと、もうどうなってもいい、だから最高の一枚を。でも僕の心の中ではもうスマホ VS シャチというか、そんな低次元な話じゃなく、ゴン VS ネフェルピトーだったんですね。そんなスマホを犠牲にする覚悟で撮れた写真っていうのが、こちらなんですけど、もうわけわからんです。肝心のシャチ写ってないんですね。これだけ聞くと、サーユはバカだよねと、このキノコの IQ はどうなってんねんと、思うかもしれませんが、実はこれしょうがないんですね。あのシャチを目の前にして IQ が下がらないわけがない。おっぱいを目の前にした男子と同じです。なんせこれ見てください。これこれだけの多くの人間がいるにもかかわらずですよ、シャチに海水をぶっかけられるという行為をもう全員一人残らず楽しんでます。じゃあこれが、人間がいきなり海水持ったバケツ持ってきて目の前で自分に向けてバーシャー海水かけてきたらどうですか。 100% ブチ切れますよね。何してんだお前って。ただそれがシャチになるとどうでしょう。
みんな大喜び、うわーもっと水かけてくれってなるんですよ。まあ、正直狂ってます。ただそうなっちゃうんですよ、あのシャチを目の当たりにしたら。で、まあ、シャチの何がすごいって、まあ、まずシャチって天敵がいないんですよ。もう食物連鎖の、まあ、頂点に君臨してるんですね。あの陸上最強生物と言われるホッキョクグマでさえも捕食しちゃうんですよ。小さい個体でもライオンよりも100キロ以上ウエイトのあるあのホッキョクグマをですよ。しかもホッキョクグマって防御力高いらしいんですよね。ライオンとかトラって基本相手の呼吸を止めるために喉元噛みついてあれするんですけど、ホッキョクグマに合わず寒さに耐えるための分厚い鎧にまとわれてるんで、もう全く通じないらしく、なんならホッキョクグマはライオンやトラに対して一撃で致命傷を取れるらしいんで、まあ、そんな肉食最強と言われるホッキョクグマでさえもうシャチとは勝負にならない。まあ、まずシャチってでかいんですよ。ホッキョクグマでさえ肉食動物の中では最大級のでかさなのに、シャチはそのホッキョクグマの 2,3 倍の大きさ、まあ、もうその時点で勝ち目なさそうですよね。まあ、ホッキョクグマが海の中を泳いでたらもちろん相手は海のギャングと言われるシャチなんで、もう勝ち目ないですが、じゃあホッキョクグマは氷の上にいればいいじゃんって思うじゃないですか。まあシャチは陸の上じゃ無力ですからね。氷の上にいたらホッキョクグマも捕食されないやんけと、まあ、シャチなんて怖くねえよと、もうずっと氷の上でアザラシ食っとけばいいじゃんって思うじゃないですか。そうは問屋が下ろさないんですよ。シャチってホッキョクグマ見つけたら氷に体当たりして海に突き落とすらしいです。まあ、どんな体当たりだよって思うんですが、まあ、シャチの体重って3トンから4トンとかあるんですね。でそれに加えて泳ぎの速さったら、まあ、最大70キロとか出るらしいんで、もうトラック突っ込んでくるようなもんなんですよ。ホッキョクグマの足場である氷にドガーン体当たりして海に突き落として、あとはもうホッキョクグマを加えながら海の底に引きずり込んでもう窒息させて終わりです。まあ、とにかく体もでかくてパワーもすごい、まあ、ザンギフみたいな感じですよね。しかももうシャチはパワーだけじゃない、まあ、パワーだけじゃなく、まあ、なんと頭もいいんですね。氷の上にいるアザラシとかを捕食するためにもう目の前にペーって口から魚吐いて、で魚に釣られてノコノコ近づいてきたアザラシを捕食するらしいです。まあ、ライオンはウサギ相手でも全力で狩りに行くと言いますが、シャチは小物相手だと頭使って省エネな方法で行くんですね。パワー系と頭脳系の視点の合体させるような感じですね。まあ、こういうこと言うとですね、いやいや待てよさあいう、まあ、シャチが強えのはよく分かったけど海にはサメがいるやんけと、まあ、ホオジロザメにはさすがのシャチも勝てないでしょと、まあ、そんな声も聞こえてきそうですが、まあ、確かにホオジロザメは顎の力はシャチより上なんですが、まあ、どうやらホオジロザメの決定的な弱点としてこいつら肋骨ない肋骨ないらしいんですよ。だからシャチに一発体当たり食らったらもう内臓ぐちゃぐちゃになって致命傷らしいです。まあこの図体で肋骨ないってどうなってんだよって思うのですが、どうなんでしょうね。捕食されることを想定してなかったんですかね。まあただ肋骨があったとしても、まあサメってマグロとかもそうなんですけど、まあひっくり返すと呼吸できなくなって死ぬらしいんで、まあ、体当たりまともに食らったら肋骨あってもやばそうですけどね。まあそれに加えてそもそもシャチって群れでいるんで、このパワーとこの頭脳、しかもそれが群れになってもう仲間同士で連携取ってくるらしいんで、もう勝てる動物いないんですよ。まあそんな最強、まあ海のギャングっていうかもう殺し屋ですね。まあそんなシャチが我々ひ弱な人間の管理下のもと、人間と触れ合い芸をしてバシャバシャ水をかけてじゃれてくれる。これはもうスマホなんてどうなったっていい、帯でぶん回してこっちに向かって水を弾く瞬間を収めたいってなるじゃないですか。まあ結果撮れた写真がこれなんで、今思えば動画で撮っときゃよかったと思うんですけど、まあそこまでシャチを目の前にすると興奮して IQ が低下してしまう。これはもう仕方ないですね。まあその後ですよね、びしょびしょのスマートフォンをちゃんと洗って乾かさなかったのが良くなかったんですね。まあなんか 1,2 秒の動画が10個ぐらいポケットの中で勝手に録画されてたり、スマホが高温状態になってたり、あげく YouTube のライブ配信をつけてしまったりと、まあ結果的にスマホは壊れなくて今は普通に使えてるのですが、予想外の事態となり視聴者の皆様に大変なご迷惑をかけてしまったと。で今後の再発防止策としましては、まあ、シャチが海水をぶっかけてる時にスマホで撮影しない、これにつきますね。でなければジップロックとかの中に入れるべきでしたね。まあ、シャチもすごいんですけど、まあすごいのってシャチじゃなくて、まあ、トレーナーさんらもすごいんですよ。まあ、シャチの上に乗って結構な高さにジャンプしたり、まあ、こんなん客席吹っ飛ばされたら死にますからね。もうショーっていうかもうサーカスですね。もうシャチに命預けてるみたいなもんなんで、ただシャチが好きってだけじゃなんか務まらなそうというか、まあ、シャチもすげえけど人間もすげえってなりましたね。まあ、先ほど食物連鎖の頂点にはシャチがいると言いましたが、そのシャチを手なずけてる人間がもう食物連鎖の頂点ですよね。
まあ、しかもシャチだけではありません。鴨川シーワールド、ベルーガ、イルカ、アシカのショーもやってます。ベルーガは前行った時出産かなんか生まれたばっかかなんかでショーお休みしてて見れなかったんですけど、まあ、今回は見れたんでこれも面白かったです。まあ、ショーっていうか、まあ、ベルーガってこういう生き物なんだよっていう、まあ、説明会みたいな感じでもあるんですけど、まあ、こんな可愛い生き物がいるんかと、まあ、度肝抜かれましたね。まあ、この夏はぜひですね、鴨川シーワールドで大迫力のシャチのショーを見ることをお勧めします。まあ、さらに8月31日までサマースプラッシュといって、もうシャチがいつもより多めに海水をぶっかけてくれるんで、まあ、ここまで迫力満点のシャチのパフォーマンスを見れるのは鴨川シーワールド以外にはありません。デートにもいいですし、お子さんをお連れになっても楽しめる場所だと思います。ただシャチのパフォーマンスの際ですね、スマホでの撮影はくれぐれも気をつけましょう。勝手にライブ配信が始まっちゃうんで、まあ、今回鴨川シーワールドでシャチのショーを見て、改めて食物連鎖の頂点には人間が君臨していると再認識することができました。また行きたいですね。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。